コーパス級潜水艦は1930年代後半に建造されたアメリカ海軍の潜水艦の艦級ドイツ U ボートの流儀を取り入れた一連の V ボートから一転してアメリカ海軍が日本海軍潜水艦への対抗を視野に入れて建造した最初の潜水艦である。本級において採用された溶接による建造と空調の技術などは 後ののが同級潜水艦などの基礎となっている。本級を拡大改良してサーモン級が建造された。アメリカ海軍は量数維持と水中機動性の観点から公用型潜水艦の小型化を行い、その結果建造されたのがドルフィンであるが、同系艦はロンドン海軍軍縮会議締結により凍結された。また、ドルフィンですら艦型が大きすぎると判断され、 それに基づいて、さらに一回り小さい潜水艦として、V ボート系列の最後の潜水艦である、カシャロット級が建造された。しかし、いずれにせよ、居住性などの面で不都合が多々あり、以後アメリカ海軍において小型潜水艦の建造は実施されず、その系列は途絶えることとなった。その頃、外に目を向ければ、ライバルの日本海軍が、巡洋潜水艦をはじめとする、 V ボートと同じように、ドイツの流儀から始まった大型潜水艦を、精力的に建造を続けており、うちを見ると潜水部隊の一線にあった潜水艦の多数が寿命を目前にしているということも、あり、その代替艦として、いわゆる艦隊型潜水艦の整備が望まれるようになった。最終的に、カシャロット級の拡大型として1934年度以降に、 特別不況対策予算を活用する形で建造する計画を打ち出した。これがポーパス級である。建造の際の一連の検討がなされた後、1933年5月23日にポーパス級の使用内容が確定した。建造に際しては艦隊サイドの要望を取り入れている。全級との一番の違いは、機関形式にディーゼル電気推進方式を取り入れたことであった。 これは、急速充電に引いてた方式であったが、導入当初は不完全な代物であり、漏電などで乗員がたびたび感電するような厄介なものであった。並走は、カシャロット級と大差はない。この級は、建造方法の違いなどで3つのタイプに分けられており、それぞれ P-1 型、P-3 型、P-5 型と呼ばれている。P-1 型と、 P-3 型の際は建造所の違いである。P-1 型はポーツマス海軍造船所で建造され、建造方法は従来のリベット工法であった。P-3 型はエレクトリックボート車の建造であり全溶接による建造であった。このような際が生じた要因は、ポーツマスと e b 車で能力は同一であるが船体を別個に詳細設計したからである。この後 審査を経て、全溶接の EB 車の設計案が採用され、それに基づいた P-5 型では、エレクトリックボートで3隻、残りを海軍造船所で建造された。しかし、推進モーターの製造が父として進まなかったことから、EB 車建造艦では、各軸に2機だったエンジンが、小型のものに振り替えた上で、各軸4機に変更されている。また、 海軍造戦所で建造された三隻は、機数は減らなかったものの、同程度の能力を持つ他社のエンジンに振り替えられている。資料によっては、型の第一番艦の名前を取って P-1 系を、ポーパス級、P-3 系を、シャーク級、P-5 系を、パーチ級とし、これらをまとめて P 級としているものもある。また、メアアイランド海軍造戦所で建造されたポンパーノ p-1 型としているものもある。なお、ポンパーノとプランジャー・ポラックの3隻は、アメリカ海軍が建造した最後のリベット工法による潜水艦である。ポーパス級の収益により、アメリカ海軍の潜水艦隊の質は向上したが、所詮は小型潜水艦の拡大版ということもあり、徐々に不満や改正要求が出てくるようになった。その代表的なものとしては、 魚雷射線数の少なさであった。魚雷発射管の増加は P-5 型建造時にも検討されていたが、予算等の都合上を見送られた経緯があった。そこで、外装の発射管を装備することで増強を図ることになったが、入港時にしか魚雷を装填することができず、使い捨てではないにせよ一度発射すると入港して、補給、装填しない限り、不必要なものとかする。 使いにくい代物であった。それでも、外装発射艦は、喪失艦を除く全艦に装備された。また、初期艦の機関にはトラブルが多かったため、太平洋戦争突入後、章海艦のオーバーホールの際に換装が実施されている。太平洋戦争開戦後の1942年夏頃から、日本側に存在を目視されにくくするため、 環境構造の縮小が図られることとなった。まず後部の清流王位が撤去され、ほどなく全部と戦亡教支中の王位も撤去されて、いわゆる突型のシルエットとなった。この改正も紹介行動から帰還し、オーバーホールに入った艦から順次実施され、ガトー級潜水艦の前期竣工艦までこの処置が取られた。またレーダーも順次装備されていった。 とはいえ船体の小ささによる拡張性の低さは否めず、タンバー級潜水艦以降に実施された美砲の大型化など重火器の搭載は見送られた。太平洋戦争開戦後は第一戦にあった大型潜水艦の中でアルゴノートやナーワル級潜水艦を別にすると最も慣例が古かったものの、初戦期には新鋭艦の一翼として広く活動した。しかし、 ガトウ級やバラオ級の各艦が大量に戦線に投入されるに及んで、ポーパス級は次第に練習艦などに転用されていった。これは、ポーパス級以外のガトウ級以前の潜水艦についても同様である。P-1 型は1943年中に、他のニタイプも1944年くれまでには第一戦から退いている。P-1 型、 P-3 型、P-5 型合わせて4隻が潜没した。なお、詳細な戦歴は各艦の項を参照されたい。ありがとうございます。